山中に墜落した、グライダーヘリコプターの事故大型旅客機の事故は、一び起きると死傷者の人数が大きくなりがちである。これは、テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の再現画像。濃霧の中、離陸中の航空機が、滑走路上で、別の機と衝突。乗員乗客583人が死亡し、航空事故死に残る、第三次となった。 日本航空123便墜落事故。死亡者数520名、生存者は4名。墜落したトルコ航空1951便の機体、LR 航空1862便の墜落現場トロントのピアソン空港の滑走路先に横たわる、事故機の焼けただれた残骸、エールフランス358便事故航空事故は、航空機の運航中に起きる事故である。 重大事故の形態としては、以下のような形が挙げられる。事故といっても、乗客、乗員が無事に生還できる例から全滅する例まで、様々である。航空会社にとっては一度の事故が、航空会社全体の信頼や存亡に関わる事態に発展することがあり、また、事故の原因が航空機の欠陥によるものであることが、 明らかになった場合、当該の航空機製造元や業界全体の信頼問題となり得る場合がある。このため、航空作業発足の当初から、航空事故に対しては、その原因究明と対策に全力が注がれてきた。事故で判明したことや得られた情報は、同様の事故が再発しないよう以後の航空機の設計や運用に生かされている。航空事故を引き起こすリスク、 事故確率の高は航空会社やその運航地域によって異なる。また先進国では低く、経済的な余裕のない発展途上国では高い傾向が見られる。だが国によって決まるのではなく、各航空会社、一社一社ごとに大きく異なる。アメリカの国家運輸安全委員会の行った調査では、航空機に乗って死亡事故に遭遇する確率は0.0009%で、 ある。米国内で自動車に乗って死亡事故に遭遇する確率は0.03%なので、その33分の1以下の確率となる。NTSB による1983年から2000年にかけての航空事故データ集計によれば、航空事故における死亡率が最も低いのは1998年の飛行距離100万マイルあたりの死亡率0.0001%である。 下記に見るように、飛行時間、飛行距離、出発回数ごとに割合は異なる。日本の文部科学省による1983年から2002年の国内事故統計に基づく推計では、今後30年以内に航空機事故で死亡する確率は0.002%で、交通事故で死亡する確率の100分の1以下となった。航空事故における 輸送実績1億人キロあたりの死亡乗客数は0.04人である。これは東京ニューヨーク間約1万キロを12万5000回往復して死亡事故に遭う確率となり、週に一度往復したとすると2404年に一度という計算になる。また、10万飛行時間あたりの死亡事故件数は0.07件であり、これは 飛行時間10時間のホノルル福岡間を14万3000回往復して事故に遭う確率となり、週に一度往復したとすると2750年に一度という計算になる。航空事故の死者数と自動車事故による死者数を比較すると、自動車事故が航空事故を上回る。1998年の全世界での航空事故による死亡者数は909人であった。 これに対して、米国の自動車事故による死亡者数は4万1967人、日本の自動車事故死は1万805人、ドイツの自動車事故死は8547人、フランスの自動車事故死は7989人であり、国際航空運送協会広報部長アイグラードは、米国一国の車による1年間だけの死者の数でも、ライト兄弟が初飛行に成功して、 以来の航空機事故の死者よりも多いと述べている。2005年の航空事故による死者数は1015人だった。オランダの航空事故調査機関アビエーションセーフティーネットワークによれば2015年の航空機事故は560件、死亡事故は16件であった。これは485万7000回に1件の確率であり、 一日一回飛行機に乗ったとして1306年に一回の可能性となる。2017年の死亡事故は地域間ターボプロップ機の2件、死者は13人、旅客機の死亡事故はゼロで航空業界の記録上最も安全な年となった。2019年は航空事故件数86件、内死亡事故発件、死者数は257人だった。 2020年は新型コロナウイルスの世界的流行で運行数が前年比42%減少したが航空事故件数は40件、うち死亡事故は5件、死者数は299人だった。半数以上がイラン軍によるウクライナ国際航空752便撃墜事件での犠牲で、 5月のパキスタン国際航空8303便墜落事故では98人が死亡した。オランダの航空コンサルティング会社270によれば、大型飛行機の死亡事故率は100万便あたり0.27件で、これは370万回の飛行回数ごとに1回の割合である。こうしたことから、航空機は様々な交通手段の中でも最も安全な手段の一つとされる。 ただし、事故の最大要因が人的要因であること、ダイヤの過密化、航空機の大型化などを考慮すると、将来における航空機事故による人的被害の大幅な減少は期待できないとも指摘されている。2019年1月にエライナーティングスが発表した世界で最も安全な航空会社20社というランキングでは以下の航空会社がランクインした。なお、 パイロットの因子問題が起きたジャルと多額の損失を出したエティハド航空はランク外である。一方、同社による評価で最低レベルの一つ星、または二つ星となったのは、の四社だった。航空事故は様々な要因が複合して事故に至るものであり、多くの航空機や人命を失った航空会社に安全性の問題があるとは、必ずしも言い切れない。 例えば1機の事故としては、史上最多の死者を出した日本航空123便墜落事故の場合、その原因は、過去に製造元が機体に施した修理のミスだった。また、アメリカ同時多発テロ事件においては、ハイジャックにより4機が犠牲になった。航空事故の原因には、不適切な修理、空中分解、急減圧、空間式出張、 クフィット、エンジントラブル、機体の設計ミス、地上、空中衝突事故、機内火災、燃料切れ、乗務員の自殺、精神異常、機体の爆発、爆破テロ、撃墜などがある。航空事故のおよそ8割は飛行機が離陸、上昇を行う際と侵入、着陸を行う際の短い時間帯に起こっている。この中でも、 離陸後の3分間と着陸前の8分間のクリティカル11ミニッツと呼ばれる時間帯に事故は集中している。巡航中に発生する事故も少なくはない。事故原因の大半は人為的なミス、または機械的故障に橋を発するものとなっている。 航空事故を専門に追跡する planecrashinfo.com が1950年から2004年までに起こった民間航空事故2147件をもとに作った統計によると事故原因の内訳は以下の通りとなっている。またボーイングが行っている航空事故の継続調査によると1996年から2005年までに起こった 民間航空機全損事故183件のうち、原因が判明している134件についての内訳は以下の通りとなっている。なお使用原因を経年で分析すると、操縦ミスは1988年から1997年期には70%もあり、過去20年間に着実に改善されてきてはいるが、依然として航空事故原因のほぼ半数を占めている。 AA-191 便墜落事故で残骸を調査する事故調査官 NTSB による TWA-800 便墜落事故では海底から機体残骸破片の大部分を回収して機体を組み立て直した航空機事故の再発防止のためには徹底した原因究明が欠かせない事故によっては数年の歳月と巨額の資金を費やしてまでなぜが追求される 中立な立場からの事故調査を徹底するため、多くの国家では、専門の事故調査機関を設置している。調査官は、残骸の散乱した現場を歩き回り、証拠品を回収することから、チン・キンサーとも呼ばれる。そうした中でもアメリカ国家運輸安全委員会は、長年の経験と深い専門知識から、航空事故調査の権威として位置づけられており、 各国の事故調査や航空行政に対しても大きな影響力を持つ存在となっている。NTSB による事故の調査結果は、その信頼性を高めるため報告書として一般公開されることが原則となっており、しかも、これを民事訴訟で証拠として採用することは法律で禁じられている。理由は、当事者からの証言を得やすくするためであり、 また、NTSB を法廷闘争に巻き込まないようにするためでもある。ただし、事故の分析、原因、勧告などを除いた事実背景については、証拠採用が認められている。なお刑事訴訟での使用については特に規定がなく、過去には証拠採用された判例もある。そもそも、アメリカでは、故意の破壊行為、またはそれに近い認識ある過失がない限り、 事故機の操縦や整備に関わっていた個人に対しては、刑事責任や民事責任を問わないことが原則となっている。これも当事者からの証言を得やすくするためである。ただし、事故を起こした航空会社が、司法による犯罪捜査から免責されているわけではない。また、個人に刑事責任を問わないのは雇用者である航空会社が、個人の責任と保障を受け負うことが、 そもそもの前提になっているからであり、原因究明と再発防止こそが、市場課題という姿勢が明確に現れている。また個人に対して、刑事責任が問われないと言っても、問題を起こした個人が、当該職務から外されることはあり得る。日本では、1974年から、国土交通省の審議会の一つである航空、鉄道事故調査委員会が、事故原因の究明や、 自己防止に必要な研究を行ってきたが、2008年10月1日に、旧来の海南審判長の船舶事故の原因究明事務と統合されて、新たに国土交通省の外局である運輸安全委員会が発足した。その目的は、航空事故等の原因並びに、航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を的確に行うとともに、 これらの調査の結果に基づき国土交通大臣または、原因関係者に対し必要な施策または措置の実施を求めることである。運輸安全委員会は調査官を派遣して、航空機の使用者、搭乗員、事故における救助者など航空事故における関係者から、事情聴取、質問し、関係物件等の留置、保全、立ち入りの禁止などの措置を取ることができる。 運輸安全委員会の調査と警察官、検察官による捜査は通常同時並行的に行われるが法制度上はそれぞれ目的をことにする独立の手続きである。刑事責任を追求するための自己調査を主導するのは警察と検察であり、調査対象は事故機の操縦や整備に関わっていた個人が業務上過失致死罪、業務上過失傷害罪、 重過失致死傷罪など刑事処罰の対象になるか否かという点に重点を置くため当事者や関係者の目標権が行使されやすい。これに対し運輸安全委員会の調査は事故の再発防止などに重点を置く行政手続きであるため調査官の処分権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと法律で明記されている。また 今日の航空事故調査には欠かせないフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーだが日本では1966年の全日空羽田沖墜落事故の際に経路追跡などができず原因不明となったことを教訓にすべての旅客機に搭載が義務付けられた1984年12月1日 ナサドライデン飛行研究センターによるボーイング720を使った制御された衝撃実演ボーイング720の座席に置かれたダミー人形政府専門機関、軍や航空機製造元が行う航空機事故の再現検証は物理的範囲で材質と機体など機器構造に機体内部の環境などといった限定範囲か極部的で大型旅客機実機を用いて 地上か空中で行う場合は、機体から旅客脱出の実地、空港の環境、飛行特性や気象条件などのデータ収集を中心に行うことが多い。人為的操縦ミスを飛行中など検証する研究について、ここでは割愛し、飛行運用から事故を検証する問題点をいくつか挙げると、事故経過は気象状況などセンサ別であること。 パイロットや調査員などスタッフの安全条件と自動操縦飛行には法律の制限があること、廃棄前提であっても、証明書類などを管理した飛行許可を取得した機体という条件のため、片落ち旧式中古機でも高価なこと、離着陸などを想定した検証の場合は、機体サイズによっては広い場所を確保する必要があり、多角的な観察と測定できる。 環境範囲空間が必須など多数の制約から自動車の衝突安全テストのような実験が難しいため発生した重大事故の状況や残骸を調査しないようを分析する方法が主流である。日本の場合、全校の事故調査に加えて人的被害や物損に及ばなかった危険事態を事故に準じた扱いの重大なインシデントに指定して状況の報告を義務付け、 調査と分析を行っている。1954年4月コメット連続墜落事故では、イギリス政府直轄の調査委員会は回収した残骸から原因を推定し、実際に飛行させる代わりに、巨大な水槽を用いた画期的な構造検証実験許可を行った。これは、事故原因究明の再現実験にとどまらず様々な分野の学術研究から注目された。 アメリカは連邦航空委員会中心に時には多機関と合同的種とその代償に関わらず様々な実験が行われている。無症状との廃止したレシプロ自家用機を用いて様々な検証を実施し、その一例にクレーンで吊るし上げた後落下させ、キャビンの状態や機体構造強度のデータを収集している。1960年代には旧式レシプロ4発。 大型旅客機を無償状とや購入により調達し、離着陸失敗事故を想定し地上破壊プロセス、火災発生状況と構造検証の実験などを行い、後日のジェット旅客機を飛行から地上で全損させる実験は NASA と FAA 主体で進めた共同計画とアメリカ等4カ国の民間放送局5社共同体は都合からメキシコで実施した2例がある。 1984年12月1日、着陸失敗などの被害軽減へ着火しにくい燃料を使用することで衝撃に伴う因果の被害を抑えることを目的にした衝撃実演を NASA と連邦航空委員会の共同で行った。無線操縦による無人飛行装置を取り付け改造したボーイング720型機をエドワーズ空軍基地から離陸後に仮想滑走路へ突入させた。 2012年には空港以外で不時着する事故を想定してボーイング727から200型機を故意に墜落させ内外部から映像をはじめとする破壊される機械状況のデータを収集する再現実験がアメリカドイツイギリスのテレビ局4社協力で行われたこの実験の様子は2012年4月27日に放映されたディスカバリーチャンネルの好奇心の扉 航空機事故は解明できるのかに収録されているほか、協力各社が国内向けに編集して放送されている。建物への衝突を調査する場合には離陸しなくても、ロケットスレッドで水平に加速し、壁に衝突させることでデータが得られるため多くの実験が行われている。例として1988年にサンディア国立研究所が原子力発電所への 航空機衝突による影響を調査するため、アメリカ軍から払い下げられた回マイナス4をロケットスレッドで加速し、コンクリートの壁に衝突させる実験を行っている。消火訓練用設備を用いた消火の訓練以下では、複数の航空事故を主題とした作品を記載する。個別の航空事故のみを主題とした作品は、該当する航空事故の記事を参照のこと。ありがとうございます。